昨日開かれた寿都町横間地区での住民説明会、35人が参加し、町民からは密室で議論が進んでいるのは問題だという声や住民投票を求める声も上がったといいます。地元の中学生からもこんな意見が。今度うちらの世代とあともうちょっと上の世代の方が絶対寿都町になっていかないとダメなので、その問題については僕たちについても責任があると思いました。寿都町の子どもたちが町の外に行った際、核の寿都と言われるなどの風評被害も起きているといいます。風評被害というのはあるんですよっていう子どもからの一言で、非常に私は愕然としましたですね。寿都でこの案件を今議論している中で、子どもたちがこう犠牲にならないように教育委員会を通じてですね、東京の方にご依頼をしようかなと。一方、今後の調査をめぐって疑問も浮かび上がっています。文献調査から概要調査に進む際、鈴木知事は法律に基づき反対意見を述べる意向ですが、将来的に知事の交代など事情が変われば調査が継続される可能性があるんです。一度そのような意思が示された場合については、また基本的には戻るというか、そういう状況なのではないかと思っておりますが、ただその点明確な考え方などが示されてないので、国に対して紹介をして、どのような回答が来るか。調査の対象から知事の反対意見は将来的に有効なのか、事業を進める立場の梶山経産大臣は明言を避けました。意見の紹介をします。その判断が恒久的なものかどうかというのは、国の立場から申し上げることではないと承知をしているということであります。